ちょっと待って、もうまた勝手に隠し撮りして、もう、どこまでついてくるんですか、ほんまに。暗騎士、南千葉店、逃避とのデュエルでーす。なんとスペシャルゲストもいます。よろしくお願いします。逃避とのデュエルシーズン4やってきました。ケントゥー手が鬼見切れてましたけども、やっていきます距離感下手なんよね。まだあんまカメラで投げてないけどさ、ケントゥー、あ、そう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 でもこの緑髪ももうだいぶ定着してきたな。もうそうよね。え、染みていい？え、痛くていいやんな。いや別に痛くて、痛くならんようには できひんよ。できるよ、多少な。だからこの保護スプレー振ったりとか、頭皮守るやつもあるよ。守っていいん？守ろうよ守ろうか。守ってほしいんだよ皆様おなじみ、アンキシム南千葉店です。ドゥン龍馬です。じゃあそうだね。俺もなんかほんまにさ、嘘つけ、それだけやろ。前も言ってたんけどさ、ほんまになんかその、そういうの欲しいよな。キヨキヨみたいな。あ、キヨキヨ。ケンツーはちょっとええわ。できたらなんか、ちょっと、スマートなやつがいいな。スマート系ね。うん。スマートボールがいい。スマートボールになってるやん。俺は。どっちかっていうと。な。どうも、リョーマです。めっちゃスマートやけど、今の。あと、チャンネル名変えたいね。チャンネル名？俺ね、中島龍馬やってくれな。名詞やん。ケツ名詞やん、もう。梅梅チャンネル。じゃあ、こっち見たかな。ひどい。ひどい頭。ひどい？ひどいよ。ハゲてはいません。よっしゃー。はい。では、逃避とのデュエルシーズン9に来ております。はい。ガーガ。何ガーガって何？アポロくん。何アポロ？アポロくん知らんの？レゲエの早口。知らん。エンディの。ああ、聞いたことある。うん、下手ちゃう今の。知らんけど。アポロくんの YouTube。ガーガ。最初言うの。おう！あ、もう達也さんほんまにえげつないからあの人。言ってたな。アホやけどな、ほんまに。どういうこと？すごいしっかりしてる。めちゃめちゃしっかりしてんねや。その、ドリブル塾して、子供たちに夢与えて。で、めっちゃ面倒見いいから、その、いろいろ誘ってくれんねや。うん、こういうのあるから、みんな来るし、どうみたいな。うん、俺はめっちゃ可愛がってもらってんねや。でも、その、痛みとかめっちゃ好きやん。どういうこと？達也さん、痛みめっちゃ好きやん。どういうこと？俺の野球トラップとか知ってる？知らん。バーンってバットで打ったやつを足でトラップする、ね。ああ、はい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 、なんかあったね。そうそう。あれ紹介 してくれた剛さん、アーティストの剛さんとかも、あれ達也さんから言い出して、野球ボール打ってもらってトラップしようみたいな。どうなりたいの？痛いね。痛いの好きやと思うね、多分あの人、俺は。だいぶ大変な癖持ってるな。壁はめちゃめちゃ持ってるよ。ただサッカーバカうまいね、めちゃくちゃ。そうなんや。うん、アホうまい。ちゃんと努力したよ俺。嘘。真面目やもん俺、そういうとこ。リスク背負った勝負すぐ。あ。もらうかそれ。あかんね、先輩からもらった服ないからこれ。やべ。急いで。色抜けちゃうか。色抜けちゃうから急いで。ケントゥーが手ずれてる。何回やっても分かる枠に収まりたくないってずっと言ってきたからさ。あー、なるほどね。シュートも一緒、俺のサッカー。枠に収めよ、シュートは。シュートだけは絶対にマキハゲ取るよな、絶対に。ハゲてないって言ったから大丈夫よ。ほんま？あ、ほんま？リアルな方はほんま？リアルに言うとハゲてる？ハゲてない？ほんまにハゲてないって。ハゲてない？全くハゲてないよ。ハゲヒカ君全然ハゲてない。はい、ハゲヒカ君って言うじゃってる。梅梅チャンネル。
どうも、湘南の風のハンくんです。今回紹介、スペシャルゲストを紹介したいと思います。デデン、お名前の方は？あゆです。おろてんべ、おろてんべなんかツボに入ったみたいですけど、彼女です。初公開。こっちか。どうしたの？自己紹介的にいいですか？ほんまに初公開？初公開、初公開。いや前の動画でも、まあ、ちょくちょくなんか出てるかもしれないですけど、ちゃんと映すのってこと？頭皮とのデュエルに彼女をデュエルさせてみた。自分の頭皮とのデュエルに彼女をデュエルさせてみたでーす。では、引き続きこの今の感じがね、どんなに可愛くなっていくか見てもらいたいです。天才カリスマにちょっとめちゃめちゃ可愛くしてもらって。褒めすぎやろ、天才カリスマ。よろしくお願いしますね。どうも、また来まして、ハンくんでーす。真夏のジャンポニー、イエーイ。マスクを取ったので、急に来ました。続きはこちらです。アイの笑い方、あのサザエさんのじゃんけんの最後やね。変わらないじゃんけん。やめてそれ、ほんまそうやな、いじられるやんな、そんな言ったら。じゃんけんぽい。じゃあ笑い方変える。なんだろ、変える、変えてみ。今のや、なに。でもなんかみんなにほんまにサザエさん言われすぎて嫌やもん。あ、言われてんねや。めっちゃ言われる。他なんか言われた？サザエさん。他なんか言われた？サンマさん。サンマさん？半高い系なんか。いやもう魚介類ばっかりやな。サンマも。サンマさん。サザエさん。全然横も切っていいで。切ってんで。サザエさんでいいだ。ほんまにサザエさんな。見てない？言うてる間に来週のって言い出すよ。さーて、来週のサザエさんはいくらです。寝癖つけすぎてカットしづらい。やばいやな。違うのか、最近ほんま癖がすごいねん。千鳥さんみたいな。びっくりした俺も今。突っ込んだ方がええんか突っ込まへん方がええんかわからんかったの。急に癖すごいって言われてから。髪の毛の癖がすごいね、なんか。それそっちの方が酔ってるよ。そういうことじゃないけど。そうじゃないな。うん、普通にシンプルに。シンプルになるな。癖がすごい。くっそれやな。完全にそれ。事故っちゃってるね。な。あ。すいません、爆発します。もうちょっとで。しません。あ。あとな、白髪が出てきてん。やばい。今いくつだっけ？24か。でも梅ちゃんを追い出す前に白髪が3本出てきて。追い出してから治った治った。追い出したら治った。でも白髪、まあ言ったらストレスがなくなったみたいな感じだよね。そうそうそう、約2ヶ月半。逆に言ったらあれやったよな、3本程度やったよな、梅ちゃんのストレスって。え、よっぽどじゃない？俺なんかもっと生えてたからね。それもともと今は全部緑になってるけど。なんか一緒におったのがストレスみたいに言うの。憧れたな今。半、もう髪ハンっていう、何のハンやったんか。もうハンっていう、ハン、もうハン、もうコハン言うてるやん。もうミスターマリックぐらい白い、白いの生えたから白い。ミスターマリックぐらい白い。あう。定期的にドキドキさせるってことは、じゃあもうあの蛇とかをあの袋とか入ってきて投げ込みます。ね、違う、そういうドキドキじゃなくてキュンってするハートのドキドキ。だから多分ね、あれなんちゃう、殴ると思ってギリギリでこれ止めるかな。ハートはドキドキするな、それ。ってなる。違う違う。違うねんって。恋愛ドラマとかでもあるやん、なんか胸キュン。ほなもう今日壁ドンしたら。壁ドンしたのか。でもそれを想像してみて、梅ちゃんが壁ドンしてきたところを想像したらなんか違うわと思う。そら違うよ。俺がしても違うわ。みんなして違う。じゃあ一回エア壁ドンしたのか。え、じゃあここに壁あると思って。そこなの。こう？あ、壁やってくれてる。ああ、壁。それどうなの？なった？よ。
もうでもリアクションは結構いいリアクションやったけどね、今。今キュンキュンしたから、キュンキュンしたから、えへってなったの。なれへんかった。どっちになったの？なれへんかった？だって、こんなんだからね、今。そうやな、もしかしたら緑髪になった後やったら。こんなんだし、髪切ってる最中だし、壁両前だし。でも、ほんまに全然なんかもう、多分動画で見てるままやね、家でも。知ってるよ。俺だって、用意しろ。そうだから、だからあいつ逆に言ったら結構なんかちゃんとオンオフない人って珍しいよ。なんで彼女にしたんってぐらい。逆に、うん、オンとオフのスイッチをどっかに落としました。ボタンマンです。あゆ苦笑いしてるよ。シンプルに苦笑いしてる。出てこなかった今。出てきてなかった。ああ、唯一か。再来週に見てたの。それってさ、難しいよな。え、でもほんまに女心をほんまに知らなさすぎるから、ほんまに全然知らんねん。いや、なんか簡単なことからでいいんちゃう。なんかもう記念日大事にするとかさ、そういうたまにサプライズしてあげるとか、そんなんでいいんちゃうの。あれ、彼耳もどっかに置いてきたみたいな。耳もどっかに置いてきたみたいな。じゃあなんか、かわい、今日もかわいいねとかでいいの。そんなんでいいやんか。全然言わへんねん。えんちゃん。キュンって言ってる。えんちゃん。えんちゃん、それ。とか、髪切る。ああ、そういうとこやわな。言ってたもんな、俺のとこ気づくかな、言って。そう。気づかんかった。それはちょっと根回しなかったから、俺が悪かったわ。うん、俺、そもそも思うんやけども。あ、その、アラフォーで落としてみたら、これ。違う。何？普通のことなんやけど、例えば、これ、かわいいみたいなさ、髪型今日これにしてん、かわいいみたいな。でもそれってさ、その可愛いに決まってるやん、まず。な？で、やのに可愛いって聞いてきたら、いや、可愛いに決まってるやん、そうなるわけですよ。なるな。じゃあ決まってるわけやん、ま、そうそう、そ、可愛いに決まってるやんってなるやん。なるな。で、それで、いや、じゃあこっちの髪型にした、こっちとこっちどっちがいい、いや、どっちも可愛いに決まってるやん。おー、そうやな。ってことはどっちでもええやん、最終的に。なんかどっちでもいいやんとかってことは。いや、それはでも女心やんか。そう、こっちの方がいい、まあこっちの方がいいっていうか、どっちかにしてくるわけやから、あ、そっちの方が良かったんちゃうって思いやるのが一つ。いや、でもどっちも可愛いんやで、その場合どっちがいいって言われる。でもそういう時にお前どっちも可愛いって言ってない。どっちでもいい、だからそれやん。どっちでもいい、だからどっちも可愛いけど、だからどっちも可愛いからどっちでもいいよって言ったらもうそれでいいや。あ、どっちも可愛いからどっちもいいよって、その言葉が俺はなかった。そういうのがなかったから。自分で解釈して、え、なんでどっちも可愛いのにどっちがいいって言うてんの。自分好きな方したで、だってどっちも可愛いんだからっていうのを全部言ったで。あ、これからじゃあ来いわ。え、どっち可愛いって言われたら言うわ。こうやって、え、どっちも可愛いんやからさ、え、どっちでもいいやろって言ったらいい。って言ったらいいね。もっと優しく言ってほしい。どっちもさ、そう、どっちもさ、可愛いんやからさ、どっちもええやん。これでいいと思う。その顔やめよ。うめうめチャンネル。はい、じゃあからしていきたいと思います。お願いします。お願いします。こんなんやってるとき何もどうしたらいいか分かれへん。好きなことし。てん、前来た時梅ちゃんの悪口しか言えへんかった。一人で来た時。そうやな、言ってたな、うん、悪口は言ってないけどな、ずっと愚痴言ってた。悪口ではなかったよ。うわ、見てー、こんなんなった。え、やばい、白い、かっこいい、うん、かっこいいって。やばー、なんか普通にあの頭で親とご飯行くからちょっと嫌やな。なんかその話もしてたな。うん、懐かしい。むちゃんはワールド、自分のワールドに引き込みたくなるタイプの人やからね。あ、キュンってしたいわ、ほんま。でキュンってする、そのなんか一個例えじゃ。俺も刺したいから教えて、その。どんなシチュエーションで。それを全部教えていいか。ほんなら一個だけ聞いていいっすか、うん、僕美容室の男性にされたらちょっとこうキュンってしてしまいそうな、でもお客様は絶対嫌がりにくい、嫌がりにくいやつ。へぇー、キモって思われる可能性もあるわけやん。あ、うん、髪みたいやな、りょうむくん。誰は髪みたい。
待て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 あ、なんか髪の毛全部切り終わってセットとかし終わった後に、うん、なんかこう同じぐらいの顔の高さに来て、うん、顔が上越しで可愛い、うん可愛いとか言われたら、あちょっと元気。もう一回言って、もう一回言って。髪の毛セット終わった後に同じ目線で、なんかこの辺に来るやん。行けへんやん。行けへん。何を見たの？え、違う、想像した今。それモニタリングのキムタクじゃん、それ。あ、そう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 。あ、それそれ、そんなそんな。キムタクみたいなやつはキュンってする。そんなあれもう顔っすやん。そうそうそう。それあれタクやんやるから。キュンキュンさせに行ってんもんな、あれはな。美容室、キュンキュンは分かれへんな。じゃあ、もうならいいよ、普通の、普通のやつ。普通のやつでいいわ。あれは、よう聞く。歩道側歩いたら車道にして。あ、でも嬉しい嬉しい嬉しいよね。そう、嬉しい、キュンとは来てない。嬉しいキュンポイント、あ、積み重ねです。そう、積み重ね、あれはキュンポイント。そうです、1とか1とかやから積み重ねてキュンにしていこうっていう。あ、いいよ。そして席変わったからよ、そこん窓側だからワンチャン飛行機飛行機入ってきたらやばい。間違えてるぞ、間違えてる。マジでマジで移動して、すぐ移動して。待て待て、連れて行くな。危ない、おらせ、ここに飛行機が突っ込んできたら危ないから、俺が窓側行くわ。元も子もないんじゃよ。そういうこと、そういうこと。飛行機が来たな。どう、キュンキュンした。違う、そういうことじゃない。おう、なんかでも自然なやつがいいやんな。多分やりすぎてない感じじゃなくてね、難しいです、ね、やりすぎてない。でもほんまになんか自然にやる人おるもんな。いや、俺なんかそういうのできひんタイプやから、ほんまにすごいなって思うもんね。そういうの気づいたりとかする人って。いや、ほんま気づく人気づくな、うん、すごいよな。ポイントを押さえてるって言いますかね。絶対あれも、あれはそういう人たちはどうやって勉強してんやろな。え、だから多分普通に先生、うん、いや違う違う、違うと思う。普通に相手のこと考えてるだけ。そうそうそう、人に優しいんやと思う。だってその車道歩いてて、もし車来たら、うん、その誰だってせガッてやるやろな。そうなの、やるよ。え、だからその車道側を歩いてるのが危ないからこっち歩きとかやったらめっちゃ危ない。だから危なかった時、俺だってそのそいつよりも助けれんで。もちろん梅ちゃんがほんまに助けてくる時とかはなんかマジで命が危ない時だけやねんけど。なんで命が危ない時か時だけ本気になる。だからそれはそうよ。でもそのそいつは逆に考えたら、それそいつやらないけどすぐ愚痴する時とか言うやつ、すげえ癖やてか言うやつはあれやね、その車道と変わるやん。そいつ事故っとるよ絶対な。そいつはもうそれで気持ちをやってるから自分を救うことできないから。そうそうそう、あ、いいねいいね、そういうことだよ。そいつ絶対事故ってるんだよ。ひねくれてる。うーい、ペラジュン、ちょっとそっちシャドウが出てるせ。こういうやつに言われては無視するよ別に。こっち歩きないよ、こっち危なくないよ。違うよ、右を振り返るもん、うん、バコーン。あれどこだって探す。あれ、あれ、なんか、あ、あとはなんかさ、バーベキューとか行ったら川とか足場悪いやん、の時にちょっと入ってあの手貸してくれる。そんなんね、うん、言うときますけどね。 言うだけ。そんななんか仲良くもない女の子に手貸すって、僕するタイプ。するタイプ。はい、するタイプ。いや俺はもうだから恥ずかしいから、あ、ちょっと服捕まえたらって言って、手とかも恥ずかしいやん、言うてすんの。普通に歩いてるとこは別にいいけど、ちょっと登らなあかんとかさ、大股で。俺はそういうのはマジでそういう自然やから、そういう楽しみ方したらいいと思う。あ、そうだな、そういう場が、そういう場で分かって、そういう場にいてんねんから、それは楽しみ。コアなんか石こう歩ってこう歩くのが楽しいんやから、それをなんか普通にあたかも歩きたい、いい女性がおるのであれば、川とかはそういうとこじゃないよ。え、おっとっとってなるから、おっとっとってなったら、おい大丈夫かい。そこは助けれるもん。なるほどね、そこは助けるね。うん、あ、だからだからあれやな、梅ちゃんは多分相手がマジで危機に陥らないキュンとできへん、させられへんね。でももうその危機に陥ってる時はキュンよりもありがとうの方が勝つやん、なんか。あ、どういたしましてよかったやん、だからそれは確かにな、うん、それどっちがいい、うん、っと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 って言う時にお嬢さんこの辺の川は流れが悪いので石がゴツゴツしてます、なので私の上を取っていきましょうと、ほんまに危ない時にわーん助けて大丈夫か、この川ってそういうとこがおもろいなー言うて遊んでるのが絶対楽しい。違うよ。ありがとうございました。確かにな、全然キュンってさせてくれへん。
とかなんか不意にめっちゃ好きな大好物買って帰ってきてくれるとか。そんなんせえへんの。たまにある。俺たまに買っていくもん。うらいやん、してみよう。でもご飯食べ終わった後にたこ焼きとか。そうそうそう、たこ焼き好きやから。好きやからやめてくれ、気になるわ。たこ焼き好きやから、ご飯食べた後のたこ焼き食おうかなと思ってたこ焼き買ってってあげんやけど、今お土産あるからって言われて11時ぐらいにお土産あるからって言われて、何かなと思ったらたこ焼き12個ぐらい感じ。それはどういうテンションになるの。普通に嬉しいってこと。 ありがとうって言ったものの全然進まへん。進んでるから全部食い散らかせん。進んでるのか。しかも散らかすなよ。もしかしたらキュンポイントあるかもしれへんな。して あるのに見逃してるかもしれへんわ。あゆが、え、あったら言うで、今キュンってしたって言ったら、あのうるさいわって言われる。何テレトンなの。そういうテレトンかな。何がとか言って言う。何がって言う。梅梅チャンネル。梅ちゃんの来たよって言うて。来たよ。ちょちょちょ、こっちにカメラに言うて。なんて切りましたって。切りました、どうですか。え、言わされてる。俺銃つくつけられてない、後ろで銃つけられてるやろ絶対。後ろで銃つけられて無理やり言わされた感出してます。どうですかって。はい、せーの、どうですか。切りました。りょうま、ありがとう。みんな来てね。今、彼女と、暗記趣味に切りに来たんですけど、ね、りょうまです、りょうまです。彼女が今トイレに行きます。急遽トイレ行きました。脅かしに行きたいと思います。それで終わりたいと思います。アンキシムでした。まだみんな来てくださいね。概要欄からピョーン。